Hey everybody, welcome back to Tales of Berseria! We're starting our next section of the gameplay. So, in our past playthrough, I believe what was going on was, Rokuro was fighting with Shigure, and then, he lost. And then there was a Kurogane, like this ghostly blacksmith guy, and he cut off his own head. Well, he had Rokuro cut off his head, and he was going to use his head as material to start making a new sword for Rokuro. And that's what we're about to go see. So let's go get it. Let's check out some of these conversations first. Rokuro wa inochi o tsutete mo oniisan o kiritai. Kurogane wa tsuyoi katana no tame ni jibun no kubi o kitta. Nande そんなことできるんだろう。わからなくて当然よ。あいつらはゴーマ。まともじゃないんだから。うん。怖いね。怖いけど、すごいなって思う。僕にはあんな風にやりたいことってないから。まだないだけよ。いつかできるわ。できるかな?きっとね。けど、別に命なんかかけなくてもいい。 So basically, I didn't have to say any of that because he just said exactly what I was saying, and then some. Rokuro toi, Kurogane toi, nan nano desu ka? Mita tori, ikareta Gouma yo. Sou desu ga, anna ni meikaku na mokuteki o motte ikite iru na. ゴーマだって譲れないものくらいあるわ。ただ人を殺して暴れる怪物だと思ってたの?意志があることは知っていました。でも、あれはまるで人間みたいな情熱で。情熱で自分の首を跳ねる人間はいないけどね。あなたも、そうなのですか?ええ。アルトリウスが弟を生贄にしてくれたせいでね。ふざけないでください! 聖領は民を守るための組織。多数を守るために冷徹な選択をすることはあっても、生贄なんて非道は決してしません。ましてや、アルトリウス様は同志として世界を。そう思うなら、同志様に聞いてみろ。3年前何をしたのかを。そのようなことは絶対にする。 All right, let's see. ビエンフーを船着き場にダッシュで偵察にやらせたぞ。わしって気が利くじゃろ?ビエンフーに同情するわ。しかし黒金め、自らの体を使って剣を打つとは、まるで、生贄の儀式じゃな。生贄、ゴーマならではの手よ。強い力を手に入れるためには必要な犠牲。必要な犠牲か。非常じゃな。 今更ね。もう結果をご老次郎じゃな。神の腹を満たすためだけの供物ならば、命を丸ごと差し出そうとも餌に過ぎぬ。じゃが、志を宿した血肉ならば、それが神の毛一本でも煮えとなる。かの者が捧げしは、生きえか煮えか。That's deep. That shit is deep. 船は順調にこっちに向かっている。当然ね。死神が乗ってないんだから。もう一つ。シグレは同志アルトリウスの用心棒だそうだ。つまり避けられない敵か。単独行動している今、倒しておきたい相手だ。だが、ろくろうでは勝てん。ただでは負けないはずよ。当然だ。だからあいつが作った隙をついてシグレを仕留める。 人の喧嘩に手を出す気?俺の喧嘩にも繋がる戦いだからな。私だって同じよ。戦力を無駄死にさせるわけにはいかないし。六郎は生き死ににこだわる男じゃない。2、3回切られる程度で許してくれるだろうさ。大変でぐ!船着き場にいた一等隊士たちがこっちに向かってくるでぐ! 裏切り者、エレノアを粛清するって言ってるでぐよ! 粛清? ベルベット。迎え撃つわよ。
エレノア、あんたにも戦ってもらう。命令なのですね。そうよ。ライフセットを守って大魔師を倒しなさい。わかりました。忘れるなよ、エレノアが壊れたらライフセットが傲慢化するぞ。わかってるけど、足手まといを連れていく余裕はないわ。あいつの思惑を利用してこっちの戦力にする。限界を見誤るなよ。やれやれ、真面目な大魔師じゃったろうに、お主に絡んだのが運の尽きじゃな。何とでも言いなさい。 Alright, let's do this. Rokuro, where are you, buddy? Oh, fight off the exorcist invading the mine right now? I thought we were gonna go get Rokuro. He's still not in our party. Okay. Okay, let's do that. Let's go do it. Where are we gonna find them, though? That's the question. Where am I gonna find them? Oh, okay. It's not so bad. It'll be easy. No. Just gotta go straight through here and then into the left and then we're good to go. Oh yeah. I think, right? Right? I think. Oh god, what if I'm wrong? No, we're good. Oh, nice. Nope. Wow! これで終わりよ。あっけなかったですね。わしらは無敵じゃ。一等大魔師エレノアだな。ゴーマに屈するとは恥を知れ。大魔師の堕落は大いなる最悪の種となる。この罪は死をもって償ってもらうぞ。ボーン、let's get him。Well, bam! Let's get him! Hey! Dang, these skills are badass!Jan! Still not dead yet? Okay, there we go.お前は民を裏切り、アルトリウス様の理想を汚した。違う。ベルベットは私を試している。アルトリウス様の特命を果たすためには戦わなくては。でもこれ以上は殺してしまう。死をもって粛清よ、エレノア。私には殺せない。まだだ。借りは返したぞ、エレノア。新しい刀。ほう、まがまがしいの。準備はできたんだな。ああ、あとはあいつを切るだけだ。俺も見届ける。
私は今みたいな戦い方じゃ死ぬわね。あんたが死ぬとライフセットの器がなくなる。分かっています。やめろベルベット。今はお腹空いてないの。命令よエレノア、タイマシとは死なないように戦いなさい。わかりました。Damn! It's crazy. 今のがエレノアの限界ってことか。そのようだ。あれ以上追い詰めれば心が壊れる。お綺麗ね、タイマシ様は。だからこそライフセットの器になれる。それに屈辱に耐えてまで使命を果たそうとする息は嫌いじゃない。へえ、案外優しいんだ。優しい奴はそんな人間を利用したりしない。分かってるわよ。Kurogane daggers, nice. All right, nice, nice. Oh shit. Can we upgrade those? I need to find that guy. That kid. Let's see. We're gonna switch out. Her for him. There we go. That's the party I want. At the port past the mine, we're already gonna do it? We're already gonna do it? Alright. We're already gonna do it. Boom! So fast.リエンフ、ちょっと相談があるんだけど、いいかな？そろそろそんなこと言ってくる頃だと思ったでふよ。僕は酸いも辛いも苦いもしょっぱいも味わった精霊の先輩でふ。何でも聞くでふよ。ありがとう。この前リエンフが読んでた本、よかったら貸してもらえないかな？好みの人間女子を口説いて器にする方法と、可愛くちゃんと好き好きスキンシップってふか。ちょっと声が大きいよ。君はエレノア様と器の契約を結んだんでふから、そんな本必要ないでふよ。だけど二人でいると会話が弾まないっていうか、質問と答えが噛み合わないっていうか。はあはあはあ、契約したての精霊と器にはよくあるトラブルでふね。僕も経験あるでふ。そういうことなら、もっといい本があるでふよ。ああ、たくさん読んでるんだね。僕は勉強家でふからね。例えば、これはどうでふ？露天風呂トーク術。身も心もまっぱっぱ。腹を割って話すのが一番でふ。一緒にお風呂なんて入れないよ。もっと違うのはないの？じゃあこれ、風呂上がり野球拳。タオルも心の壁もホームラン。どうしてすぐに脱がそうとするの？余計に話しにくくなっちゃうじゃないか。わがままなライフセットでふね。じゃあ僕の蔵書から好きなのを選ぶでふよ。心ハッキング教えてポックリさん、日記盗み読み日記、拳で語れ、どれも名著でふね。マギル姉さんとの関係に苦しんだあの日々、涙がこぼれるでふ。この本のせいで苦しんだんじゃないのかな。エアリーディング、空気を読む会話術、これがいいでふよ。必読でふ。二人で読書ですか？そうなんでふよ。ライフセットがエレノア様との距離感がつかめず悩んでいると相談されたんでふよ。話は聞いておいたでふから、あっちでお茶でもしながら二人で対応策を相談するでふよ。さあさあ。あ、はい。空気を読む会話術、
この本もダメっぽいな。Yeah, that guy's useless. That's pretty funny. That guy is useless. Damn. Laffy said, don't talk to that guy anymore. Don't talk to that guy anymore. Will this work? Have I even gone this way yet? I don't think I have. I have not. I can't go across that. I'm gonna have to go around. Oh, that was close. That was close. Wait a minute. I feel like I've been here already. Maybe not. Maybe is this just a different one? This is totally just a different door. No, that's funny. Sure. I'll do that. Go this way. Oh, yes. Oh, it's cute. All right. Rokuro, Kageuchi tte nan nano? Katanakachi wa katana o utsu toki ni wa ippon ja nakute, nanbon ka douji ni utsu mono nan da. そのうちの最も出来のいいものを真打ち、それ以外のものを影打ちと呼ぶんだ。真打ちと影打ち。俺の一族では当主となった者にゴーランの真打ちが渡され、それ以外の兄弟に影打ちが渡されるんだ。真打ちが本物で影打ちは偽物ってこと？そうだな。しぐれの剣が本物で俺の剣が偽物という意味なのかも。そんなつもりじゃ。いや、いいことに気づかせてくれた。だから俺はあいつに勝ちたいのかもしれん。ベルベットにとってはどのライフセットが真打ちなのかな。どういうことです？僕の名前はベルベットの弟の名前なんだ。アルトリウスに生贄にされた弟の。なあ、何かの間違いです。あの方がそんなことをするはずありません。でもなら、どうしてベルベットはあんなにアルトリウスを憎んでいるの？それはお主の真実とベルベットの真実、これもどっちが影打ちでどっちが真打ちなんじゃろうな。They always have such deep conversations. This is cool. I want to see what happens. I want to see what happens. What if it was like, what if that never happened? Like, what if he never sacrificed Laphicet? I don't know. Pretty sure, like, we saw what we saw. You know? We saw what we saw. That's that. He's a bastard. Nah, he probably will turn out to be different. I bet you. Damn, where am I going? This is weird. Hope I'm going the right way. This is a really long route. I hope this is the right way. We're gonna find out in a little while. Aww. No, 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 no. Oh,
There's nowhere to go. There's nowhere to go. Ah, here we go. Nice, nice. Okay. And where does this go? Oh! That's what I needed all along. Very nice. Grab these on the way. There we go. There we go. しぐれは同じ乱月流なのに戦い方が違うよね。乱月流には大太刀一刀の表芸と小太刀二刀の裏芸、二つの剣技があるんだ。しぐれが表で、六郎が裏の技ってわけね。通常の武術では裏芸は表芸を補助する技のはずですけど、乱月流でもそうさ。小太刀は大太刀の修行相手として覚える技だ。そんな不利な技でしぐれ様に挑む気なのですか？あの方の剣は尋常では。いやってほど知ってるさ。しぐれが本物の天才だってことは、ガキの頃から10年あいつの修行相手をしたのは俺だからな。あいつの大太刀はまさに神業だ。だから俺はしぐれに勝つためにあえて小太刀を選んだ。好みに一番染み込んだ裏芸をな。間合いの不利は明白だぞ。恐怖を消せば可能性はある。一刀両断にされる恐怖を制してあいつの間合いに深く踏み込めれば手数は2倍だ。恐怖を消すか。人間じゃなくなったゴーマならではの剣ね。だろう。この兄弟は持っておる刀そのものじゃの。え、最強の誉れも高い神の剣ゴーランと、それに打ち勝とうとあがき続ける業を持つセーラン、日向を歩く大魔師の兄と日陰を行くゴーマの弟、正反対の二人が求めるのはただひたすらに相手を斬ることだけじゃろ。どちらも名刀でも大魔師とゴーマが似ているなんて。 That's awesome. Actually, like, I never thought about that. His characters are pretty well designed. I like that. That's cool. What's the point of this? Maybe I already got it. I don't know. Nope! Tails coins for? I have no idea. Cooking? Mabo curry. You don't have the ingredients. Oh, true. I have enough for these, though. I have not been doing that like at all. Oh, and also this, too. Aww. Alright, cool. I guess that's how you get the ingredients for cooking. I didn't really, like, check that out until now. I've been doing it, but I didn't realize, like, why I was doing it. Well, that's good. That's good. Oh! We're out! Cool! We're out! Port Cadnix. Angel Halo.
Got some here. Tranquilo. Who's gonna get that? I really don't know who gets that. It's a ribbon, right? Oh, hold on. That's for her. Okay, let's do that. Here we go. Shitaga. Te koto wa demuita taimashi tachi wa minna kaeri uchi ni aatchatta no ne? Dakara yame toke tte itta nda. De, donna katana wo utta nda? やってみればわかるな。 僕たちがあの大魔師たちと戦う。 黒はしぐれに勝ってね。 頼む。 よっしゃ。 突破始めるか。 Alright! 簡単に終わっちゃつまらねえ。 I'm pretty sure that Shigure's voice actor is the same as One Piece's Zoro. Zoraka watches that a lot, and I know the voice by now. It sounds the same to me. Oh, that's it? He's gonna get all pissy because we're all like helping him. Uh oh. Shit! Someone heal me! No one's trying to heal me! Oh fuck. I guess I gotta switch! Got him! お前の腕は悪くはねえよ。だがせっかくゴーマになったってのにただ出来のいい乱月流じゃねえか。それじゃ当主の俺に勝てるはずねえだろ。なら見せてやるよ。俺の剣をだ。<笑>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  もらった。今のは良かったぜ。片手を捨てて首を狙うとはな。気づくのが一瞬遅けりゃ死んでたぜ。それでいいんだよ、それで。よし。 今日はここまでだ。いいか、てめえら。もっとすげえ刀を打って、もっと腕を磨いて、俺を切りに来い。切ってやるさ。何百回負けようが、何百年かかろうがな。<笑>
いい悪い顔になったな。ええ、いい悪い顔だ。なんという人。自分の心配をした方がいいんじゃない？あなたが裏切ったことは清涼中に伝わったわよ。あの人強かったね。ああ、やつは、やつらは強い。けど必要なら倒す。どんな手を使ってでも。バンエルティア号が来たぞ。行きましょう。俺も連れてってくれ。俺は必ず真剣を超える刀を打ってみせる。だがゴーランに勝つにはその刀を振る神業を超える剣士が必要だ。アイゼン、船にこの鎧を乗せる場所はあるか？なければ誰かに着せろ。そいつはいい。頼むぜ、黒金。任せろ。ではでは、グリモワールを見つけて古文書解読じゃ。ボウ、進路は分かっておるな？うん。サウスガンド領、南洋諸島、イズルト。That was quite exciting. Dang. Numbing glacite. That was cool. And my HP's back. Nice. Velvet のゴーマシュ。あの謎だらけの武器は、いずれは清涼にあだなすものとなるはず。冷静に分析しておく必要がありますね。突然変形して何でも食らうあの破壊力、手で食らうという感覚はどのようなものなのか。あのゴーマ氏は包帯を食らわないのか、あるいは包帯に特殊な術がかけられているのか。同様にあの服装にも注目せねばなりません。あれほどにボロボロな服を着ていることには抵抗があるはずなのに、買い替える素振りもない。裏を返せばあの服に思い入れがあるという証。上着もよく見ると大きすぎて、まるで男物。もしかするとあれはベルベットにとって大切な人との思い出な。なら服装に触れるのは無神経ですね。こう見えても私は裁縫は得意。ここは買い替えよりも修繕を進めるべきかも。見たところ針の通りにくそうな素材でしたから、かなり骨の折れる作業になりそうですが、敵が強いほど私は燃えるタイプなどというとアルトリウス様には叱られてしまうでしょうが。誰に叱られるって？あ、は、はい、そのお裁縫を、あなたのその服が破れているので縫いましょうかなんて言ったら叱られますよね。え、私の服？あんたそんなこと気にしてたの？あ、いえ、いつも気にしてるわけではありませんが、時々気になるというか。裁縫得意なの？ええ、性格は不器用だと言われますが手先は器用なんです。そうなんだ。なら必要な時はあんたにお願いするわ。ま、任せてください。あんたどうしたの？すごい汗ね。私は寒いのも暑いのも平気だけど、あんたは人間なんだから自分で調整しなさいよ。あと汗かきっぱなしだと風邪ひくし気持ち悪いだろうから、そういう時は言いなさい。水浴びなりお風呂なり遠慮しないで今まで通りやった方がいいわよ。男連中はそういうのに気づかないから。あ、はい、案外普通なのですね。服装のことは触れずに置くのが良さそうですね。同じ女子同士。That was random as hell. Alright! She feels... I feel like she... kind of likes the group.
I think she's going to betray Artorias. I feel like she's not going to have it in her to complete her mission. That's how I feel. まさかアイルガンドで待ってるとは。副長はよく信じられないことをしますし、いい加減慣れてるつもりでしたけど、今回は驚きましたよ。副長たちはセイロに殺されたかもしれないって情報も警視庁から聞いてましたし。今回は生きていたが、いつそうなるかはわからん。俺がいなくなった時の予行演習だと思えばいい。はい。それより大魔師の女なんか連れてきて大丈夫なんですか？ 目は光らせている。こっちが不利になるようなヘマはしない。まあ、俺らも気をつけるようにします。 Yeah. I don't know, I still don't trust her. But I do feel like she's gonna not be so much of a bitch later. That's how I feel. Sailing between continents. Oh wow. Oh, what? We're going, like, far away. Yes! なんだか海賊っていうより、サーカスみたいになってきたな。 ベンウィックは、ゴーマとか平気なの？ 関係ねえよ。バンエルティアに乗ったからにはみんな海賊。それが俺たちの流儀さ。なんて。船長や副長の受け売りだけどな。船長。アイフリードってどんな人？そうだな。一言で言うと、この海みたいなアゴヒゲ男かな。海みたいな。 俺たちはみんな世の中から弾き出された奴ばかりだ。そんな俺たちをすねのきつひっくるめて全部受け入れてくれたのがアイフリード船長なんだ。優しいってこと？海って優しいだけか？傷がある時に飛び込んだらどうなる？しみるし痛い。だろ？ それに穏やかな日もあれば荒れる日もある。浅いところ、深いところ、渦巻きだってある。怖くて不思議。そう。厳しいけど不思議で果てしない。だから命を張ってでも飛び込みたいって思う。大海賊バン・アイフリードはそういうでっけえ人なのさ。ベルベットみたいな人。 なんでそうなるんだよ。俺か？俺の説明が悪いのか？ベンウィック、進路変更だ。レニードコへ向かう。副長、急にどうしたんですか？海賊病だ。下で3人倒れた。最初の兆候は3日前。お前はどうだ？俺はまだ大丈夫。けど、 3日目ってことは、この船全員もらってますよね。おそらくな。しかし、レニード港に行けば治療薬が手に入るはずだ。すぐにみんなの状況を確認します。全員水分を多めに取らせろ。自分の分も忘れるなよ。了解。全員緊急態勢。死ぬかもしれないってのに、着物座った連中だな。死ぬ？ 海賊病って死病なの？うむ。原因不明の高熱を発し、最後には砂のごとく崩れて死ぬという奇病じゃ。人が砂に？かつて死海を制した大海賊団の船で流行し、一味が全滅したことから海賊病と呼ばれるようになったとか。そんな病に私たちも感染した。人間はな。海賊病にかかるのは人間だけなんじゃよ。じゃあ、 マギルームでしょ。うん、そうじゃった。わしの人生もここまでのようじゃ。器に死なれちゃ困るわ。発症したらすぐに言いなさい。さて、俺たちも助っ人に行くぞ。
エレノア以外はみんな働けよ。え、エレノア以外とはひどいではないか。わしだって感染してるかもしれんのに。あんたは魔女でしょ。黙って働きなさい。やれやれ、これも死神の呪いか。魔女にまで迷惑かけるとはけしからんの。死神の呪い。Interesting. Damn it, so we had to cancel the voyage? さて、薬屋はどこだ？確か海賊病には特効薬があるんだよな。サレトーマという野草の花だ。その絞り汁を飲めば海賊病は治る。今回は大事にならずに済みそうだな。安心するのは薬草を手に入れてからよ。ああ、行くぞ。待ってください。感染している者が町に出たら海賊病が広まってしまいます。案ずるには及ばん。不思議なことに海賊病は海の上でしかうつらんのじゃ。空気中の塩分濃度が関係しとるとも、海水に潜む微生物のせいとも言われておる。真相は分からんが、陸で海賊病が広まった例はない。そうですか。本当に奇病ですね。すぐに戻る。お前たちは船で待ってろ。お願いします、副長。急ぐぞ。でも、サレトーマ、あれを飲まないといけないのか。エレノア？いえ、高熱の病気によく効く薬草なのですが、この世のものとは思えないほどまずいの。コーマを泣くっていうくらい。でも薬だから。死ぬより嫌？あ、泣き言ではありませんよ。子供の頃のことを思い出しただけです。 A strange woman. What a strange woman. Renied! Waterside Village.Let's see what we can get here. Okay. この前、鎖付きの死体が網にかかったんだ。鎖付き囚人か。おっちゃんも？昨日俺んとこの網にも鎖付きで夜勤まで入った。腕がかかったんだよ。ほんと心臓に悪いし、魚も空気しなくなるし、勘弁してほしいよな。まったくで。潮の流れから考えると監獄島からこっちに来てるとは思うが、本当に監獄なのか。おっちゃんも変だと思うかい？実は俺も変だと思ってるんだよ。島全体が監獄なんて言われてるけどさ、本当は処刑場なんじゃないのか。あるいはゴーマの実験場。実験場って何の？ゴーマの凶暴さを調べるための実験だよ。だから囚人を運んで餌にしてるんじゃないのか。悪くない推測ね。なんて、清涼がそんな恐ろしいことをするはずがないか。想像がむちゃくちゃすぎるよ。きっと悪い海賊が暴れてるんだろうな。まあそんなところだな。あの人なかなか鋭いね。そういや、お前は近づくとやたら注意されたのに、最近は巡視船を見かけないな。確かにそうだな。海賊が出てるんなら取り締まりをきっちりやってくれないと困るよな。ま、しばらくは近づかないように気をつけようぜ。気づいたら隣に海賊やゴーマがいたなんて最悪だしな。そんな悪い奴らが近くにいたらよっぽど気づくとは思うけどね。鋭いのか鈍いのか微妙だね。 Yeah, I don't know. He's probably dumb as fuck. Alright, let's save the game. Let's do this. Alright, we've completed another chapter in our journey. It's about time to wrap things up. Thanks for watching, guys. Be sure to follow on Twitter and on our Twitch channel as well. Links are in the description. And be sure to like and subscribe if you enjoyed this video. We'll see you next time with the next
chapter in the story. See ya, s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 ee ya later.